魔法円とは、西洋儀式魔術や魔女術において、儀式の際に術者が入る床などに描いた円のこと。魔法円の霊園の中には五坊星、六坊星、ヘブライ文字、ラテン文字、ギリシア文字、れに、ルーン文字などの様々な図形、記号、文字が描かれている。二重の円で構成され、二つの円の間の帯状のスペースに、神の御名や天使名が記され、 内側に六芒星などの魔術的シンボルが配され、円の周囲に四本のろうそくが立てられる、といったものが、典型的な魔法円の一例である。伝統的には、直径9フィートとされ、チョークなどで描かれる。ウィッチクラフトでは、アセミーという黒柄のナイフで描く。また、紐で輪を作る、魔法円を描いた敷物を用意して広げる、などの方法もある。なお、 魔法園の別称として、魔法人という言葉も使われているが、この言葉は現代日本のフィクションの小説、アニメゲームなどの架空の魔術で見られる魔法園を模したガジェットの一般名称としても使われている。それらのフィクション作品に登場する魔法人は、それぞれの作中世界において独自の設定や装飾的役割を与えられていることが多く、必ずしも 西洋の魔術伝統における実際の魔法縁をそのまま踏襲したものではない。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス魔法縁1886年古典的な儀式魔術を記した古くからのグリムワールに隠し魔法縁の記載が見られるが、これらは主として悪霊を呼び出す際、悪霊から術者の身を守るための防護縁であり、縁の外に一歩も踏み出してはならないとされた。 近現代の儀式魔術でも、神々など、上位の超越的存在を招き入れる召喚作業や、悪魔や精霊など、怪の霊的存在を縁の外に呼び出す換気作業において、魔術作業の場となる聖域を定義する物質的基盤として、また、魔術作業にとって、邪魔な外部の霊的書力を遮断する結界として、魔法縁が作られることがある。アレスター・クローリーはこう述べている。 魔術師は神殿の中で作業する。この神殿内に魔術師の作業領域を区切るために床に円管が描かれる。この円管は敵対的な想念を締め出すために魔術師が頼みとするところの遺構としての神聖なる名前によって守られている。しかしながら魔術儀式の前段に行うのが通例となっている後、防制追な儀式によって想像上のアストラル的な 玄関が形成されるということもあり、物理的に魔法円を描くことは必須ではないという意見もある。現代の魔女集では、基本的に魔法円の中で儀式が行われる。魔法円を設定する際には縁を浄化、性別して、司法の守護者を勘定する。魔女集においては、魔法円の外に邪悪な力を呼び出し、これに対して身を守るといった発想は見られない。 魔女スターホークはこの円の機能についてエネルギーを最高点まで高揚させるためにその中のエネルギーを囲い込むものと説明している。ありがとうございます。